はい、こんにちは、まとめです。こんにちは、平沢です。こんにちは、MLR 中目黒店長の増田です。こんにちは、山崎です。ということで、今回の企画は毎回1万人以上のね、皆さんに見ていただいている人気企画、愛用アイテム紹介なんですが、はい、2024年春夏のトレンド素材であるレザーにね、はい、絞って、紹介していこうと思います、はい。まあ、男心をくすぐるレザーアイテムなんですが、はい、僕たちまあさすがにファッション好きなんで、いろんなレザーアイテム持ってるんですけど、その中から厳選してみんなね紹介していこうと思っています。なので、いろんなレザー製品出てきます。靴だったりベルトだったりね、アクセサリーだったり、いろんなもの出てくるんで、買い物の参考になること間違いなしです。で、ただね、みんな愛用のアイテム紹介するだけじゃちょっとね物足りないと思うんで、ファッション雑学だったり買い物の手助けになるようなね知識を交えながらねお伝えしていこうと思うので、この動画最後まで見ていただいたら普通にね勉強になるし役に立つと思います。ということで、早速やっていこうと思いますが、トップバッター僕から行かせていただきたいなと思います、はいはい。ということで、一発目こちら、はい、グイディのブーツ、こういった企画やりすぎてて、はい、これも紹介したことあるな、あれも紹介したことあるなってなったんで、最近手に入れたものちょっと紹介しようかなと思っています。グイディっていうね、イタリアのねレザーブランドなんですけど、はい、まあ、知ってる人も多いんじゃないかなって思います、はい。めちゃめちゃ高いです普通に20万とか超えてくるんで超高額なんですけど、まあ、グイディね知ってる人めちゃめちゃ多いと思うんですけど、はい、今ねビブラムソールとかでやってるんですよ。これ僕知らなくて、ビブラムのグイディ見つけて面白いと思って、ついつい買っちゃったやつ、ブーツ結局歩きづらくてちょっと使わないってこと結構多いと思うんですけど、ビブラムソールだったらもうめちゃめちゃ歩きやすいんで、これ見た目もかっこいいし実際歩くしいいなって思ってゲットしたアイテムです。こういった革靴に限らず、まあ洋服でもそうなんですけど、買う時ってやっぱ見た目で判断するじゃないですか。でも実際着るかどうかとか使うかどうかって着心地とか歩き心地が影響してくると思うんですよ。頻度減っちゃうと思うんですね。どれだけかっこよくても足がめちゃめちゃ痛くなるって、はい、そうならないような靴だなって思ってゲットしました。眠らない靴、そう眠らない靴だね、まあ、あとやっぱグイディレザーめちゃめちゃいい。これやばくないですか。かっこいいですね。超かっこよくない。ビビりました。質感がやばい。高いだけありますよね。これ持っていい。持っていいです。すごいですこれうちもね、ジュエリー作ってるんで、レザーブレスレットとかね以前出したんですけど、それ実はグイディレザーとかだったんですよ、はい。まあ、ブーツで見るとやっぱまたいいですね。すごくないですか。めちゃめちゃかっこいい。いやー、でもさすがに高かったな、こんなに昔しなかったのにグイディ。なるほど。値上がりちょっと尋常じゃないぐらいグイディしてるなっていう思いましたね。フロントジップだから、フロントジップって壊れるんですよ、ジップが、これ割と寿命あるなと思ってなるほど。普通の靴だって革はねずっといけるんですけど、多分ここぶち壊れますね、2、3年もすれば。あ、そんな早くっていうところで、まあちょっとね期間はある程度限られてるかなって気はしてるんですけど、やっぱ素材やばいね。でビブラムってのもやっぱ憎いなって、全部レザーのねやつ、まあ見た目マジでかっこいいんですけど、はい、ビブラムが歩きやすくていいですよ。見た目もいいし差別化にもなるし、これちょっとね動画見て気になったっていう人いるんじゃないかなって思う。これ欲しくなっちゃいますね。なりますよね、まあ、ちょっと値段があれなんであれですけど、まあ同じねレザーを使ったようなグイディレザーのね靴とかうちでもね作ろうと思ってるんで、とかもうとっくに進行してるんで、まあ、それだったら全然ね、さすがに10万は超えないんじゃないかなって思ってるんで、5、6万でできたら本当はいいですけど、さすがにそれは無理かもしれませんが、はい、まあまあ20万とかありえないと思うんで、楽しみにお待ちいただけたらなって思います、では続きまして松田くんお願いします。はい、僕の、お気に入りのレザーアイテムはこちらです。ちっちゃいのヘルメットバッグ、ミディアムサイズのやつですね。これ以前も紹介しましたか、したっけ、なんかもう至る所ででも本当にいいから多分誰かが紹介してるな、誰かが紹介してるかこれは本当にもうめちゃめちゃ気に入りで、そうですよ、半年前かな、この前の AW23AW でデリバリーがあって、それからもうずっと使ってます、で、客さんとお揃いになる率がめちゃめちゃ高いそうだよね、やっぱそうですよ、そうだよね、店頭にいたらもうみんなこれ持ってきてくれる、めちゃめちゃいいよな。レザーって聞いたらもうこれ浮かびましたもんまあこれでしょうという、はい、松坂のでかい方のイメージもある。あー、はいはいはい、ヌメの方、あれもね、あれはイベントの時に最近調合してます。かっちりした感じもありつつ、元のデザインがミリタリー由来なので、いい感じにこうカジュアルにもハマりやすいし、ちゃんと収納力がねこのサイズ感があるので、本当に一番使いやすいサイズ感でデザインかなと
思ってます。確かにこれ買ったらこういう動画でこれ紹介しなきゃいかないよね。そうだよね、レザーといえば一番使ってるし、レザーだし間違いないですね、うん、あとレザーバッグで言うと、うん、フェイクレザーなんですけど、うん、色の入ってるグリーンのショルダーバッグとかを持ってて、うん、まあなんかこういいもので、しっかり使えるやつと、うん、あとたまに外しで使いたいような、うん、バッグと、うん、みたいな感じでいくつか持ってて、うん、今メイン割とこれなんですけど、コーディネートによってちょこちょこ使い分けたりとか、まあ、それこそ TPO で旅行行くときは大きいのにしようとか、うん、荷物少ないときはちっちゃいのにしようみたいな感じで割と使い分けることが多いですね、うん、まあ、やっぱりその着用シーンとかね、 TPO に応じてバッグ使い分けられると、あとコーディネートとかにもよってね、うん、使い分けられるようになると結構レベル上がると思うんで、うん、複数持ちは超おすすめです、うん、まあ、これね値段が7万円弱ぐらいで、まあ、多分普段レザーバッグまだ持ってないっていう人からするとちょっと高めではあるんですけど、うん、まあ、このクオリティでこの値段はいろいろ見てきた中ではめちゃめちゃ安いなって感じてて、うん、なおかつやっぱいいものを買うと長く使えるし、まあそうだね、ベーシックなものはね本当に使う頻度が高くてすごくコスパがいいと思うんで、まあ、一個こういういいバッグ持っとくといいんじゃないかなって思います、うん、まあ、レザーずっと使えるからね悪くならないですし、うん、そうですね、本当投資価値は高いですよね、うんうんうん、でも半年使ってて割とこうちょっとずつ皮が馴染んできて、うん、ちょっとクタッとね、そうなんですよ、中身入れてるものの形にね変わってきたりとか、うん、それこそヌメの方は本当に色がどんどん変わってきてて、ヌメ、うん、の方めちゃ柔らかくなってない今、そうですね、もうなんかグニャグニャなってるよね。そう、あのちょっとクタッと感がでかいサイズ感と面白いバランスで、うん、あれもめちゃめちゃ気に入ってます。じゃあ続いて平沢さんお願いします。はい、はい、私の、はい、お気に入りのレザーアイテムはこちらです。ボッテガのお財布です、はい、2つ折りのお財布ですね。ようやく覚えましたね、ボッテガ。毎回ねロエベって言ってるんですけど、まとみくんがかっこいいロエベの財布使ってるのずっと見てて、あ、はいはい、すり込まれてて、なんとそれ自分の財布財布といえばもうロエベが出てきた。でもボッテガですから、はい、ボッテガのね、はい、もうアイコンディテールであるこの、イントレチャート、はいはいはい、これちょっとマキシントレチャート、そうですね、そうですね、うん、はい、普通のね、まあ、イントレチャートもかっこいいんですけど、うんうんうん、なんかこれ太くするだけでこんなに印象変わるんだって、ね、うん、すごいよね、うん、すごい。これまとめさんがですね誕生日にくれたんですよ、誕生日プレゼントとして。懐かしい、去年かな、去年か、うん、うん、引っ越し祝いでくれたのか、もうわからない。なんか引っ越し祝いでもらった記憶があるんですが、引っ越し祝いか、うん、誕生日はブレスレットだ。あ、そうだそうだ、うん、引っ越してサプライズで、うん、うん、ボッテガ財布もらえるなんて思ってませんから、うん、はい、もうすごい嬉しかった記憶が蘇ってきますので、それ以来ずっと愛用させていただいていて、うん、ありがとうございます。でこのお財布いただく前は、うん、そのイルビゾンテのちょっと7財布を使ってたんですけど、それも気に入ってたんですけど、うん、やっぱちょっと今その現金持ち歩きが減ってきていて、はい、うん、あとキャッシュレス化なのかな、うん、ちょっとカバンとか日常使うものちょっとコンパクトになってきてたんで、うん、まあ、長財布からこの2つ折りにまた戻って、うん、なんか使い勝手が良かったなって思ってますね、うん、ただもうちょっとコンパクトなのも今欲しい気分、わかるわ、うん、やっぱどんどんコンパクトになってくるよね、はい、なんか夜コンビニに行く時とか、うん、もうほんとポケットに入れられる際、うん、これだとちょっとやっぱ膨らんじゃうんですよね、あ、入るけど膨らむよね、形が出る、確かに、はい、そこら辺なんで、うん、まあこれをメインに使いつつ、うん、もうちょっとミニウォレットなるほどなるほどって思ってます。なるほど、はい、レザー製品っていうのもありますし、うん、お財布っていうのもあって、うん、お財布って毎日使うじゃないですか、うん、だからいいもん持っとくとテンション上がるなってのをすごい実感してますね。確かにね、毎回触るからね、毎回触るから、それでもやっぱ財布レザーいいものってのは投資価値高いなって、うんうん、はい、実感してます、うん、続きましてカメラマンザキさん、はい、お願いします。山崎愛用のアイテムはキーリングです。こちらですね、ずっと使ってるね、キーリング、ずっと使ってます。言えるのかなこれ、これ実は最初結構前にリリースしたんですよね、うん、あ、5年もっと前かもね、もっと前か、初期、うん、そうそう、うんうん、そこからが愛用させていただいていて、うんうん、やっぱこのデザイン性がすごく良くないですかこれ、うん、かっこいいですよね、かっこいいと思って、うんうん、レザーとこのシルバーパーツのコンビがすごく相性良くて、すごい映えてくれて、リュックにつけてたんですけど、もうそれだけでリュックが高見えするというか、おしゃれに思えちゃう、うんうん、カバンにつけてるのめっちゃいいですよね、めっちゃいいんですよ、ザキ、うん、さんずっとつけてたよね、もうつけてこれ引き手の代わりにもなって、あーガーってね、なるほど、バレると、あ、これも新潟の職人さん手作り、うん、っていうところもいいんですよね、うん、まあそうだよね、そう、大量生産じゃなくてやっぱ手作りだからこそのプレミア感というか、うん、確かに、うんうんうん、
別感が、この気分が高揚するポイントですね。僕もね、使わせていただいてますよ。ありがとうございます。はい、うんうん、平沢君はパンツにつけてますよね。パンツにつけてます。ああ、いいですね、うん。なんかちょっと歩いてこのレザーが揺れる感じとか、うんうんうん、ちょっとチャラチャラなる感じが心地が良いんですよね。うん、なるほど、はい。それこそ今後ってこれからタックインのコーディネート増えるんで、うん、そういう時腰回りのアクセントにいいですよね。確かに、超いい。うん、じゃあ次、まとめさん、2つ目のアイテムこちらです。こちらです。ブライドルレザーのベルト。もうほぼ毎日使ってるんで、レザー製品で一番使ってるのこれなんじゃないかな。あ、なるほど。ということでこれをちょっと紹介しようかなと思っていますが、もう何度もお話してるんで、はい、まあいいかなっていう気持ちもちょっとまあいいかな。そんなこと言わないで、初めて見てくれる方もいるかもしれない。ブライドルレザーはね、はい、ブライドルレザーってめちゃめちゃ高いんですよ。どれぐらい高級レザーって思ってもらえてるか分かんないですけど、マジでガチで高いです。そのブライドルレザー使って3点美女っていう高級仕様、はい、まあ、こんな感じでね、うん、パーツが3つあります。シルバーパーツが、はい、っていう本当仕様もこだわって作ったベルトになってます、うん、うちが初めてリリースしたベルト、うんうん、かつもうこれで完成と言ってもいいんじゃないかなと思ってるぐらい気に入って使い続けてるんですけど、うん、この前ね、予備在庫リリースしたら、はい、もうリリースした瞬間になくなって、あ、すごい、なんで買わなかったんだろうっていう声がかなり多いアイテムですね、うんうん。まあ、ベルト早々ちょっと出せないんで、これゲットできた人は本当良かったんじゃないかなって思います、うんうん、もう超愛用してて、ブライドルレザーってちょっとね、ここにブルームがね、白いブルームがあるんですけど、それがどんどん取れてくるわけですよ、うんうんうん、その変化も超気持ちよくて、今結構少なくなってツヤが増してきた。だいぶ白いところがなくなりましたね。だいぶなくなったんじゃないかなと思います、うん、もっとね結構がっつり白かったんですけど、うんうん、前のなんかで、ね、紹介に見たことある人は超変わったなってこの動画でわかるんじゃないかなって思います。ほとんどね毎日使ってますね、うん、あ、この先端とか見ると先端とか触らないんで、うんうんうん、まだブルーム残ってますね、うんうん、こんな感じで残ってる、うん、これは分かりやすいかなっていうことでね、一番使ってるベルト、うん、僕は2つ目に紹介させていただきました、うん、それでは松田くん、僕の2つ目の愛用レザーアイテムはこちらです。これが、ベンチっていうブランドのサンダルですね、うん、でタッセルか、そうです、いわゆるあの便所サンダルをベースにしてて、ここにキルトとタッセルレザーのものがついてるっていうサンダルになってます、うん、はい、これしかもビブラムなの、ビブラムソールですね、ビブラムソール、かなりこのごっついタンクソール、これが実はあのベンチとどこか忘れちゃったんですけど、どっかの別注、あ、そうなんだ、でインラインだともっとこう本当にソールがここの部分なんですよね、でそこにもう一個ガチャってつけてるみたいなデザインになってて、このボリューム感がすごいいいなって思ったのと、このキルトの部分もインラインだとスムースレザーのものがほとんどなんですけど、こっちは脂肪側になってて、ちょっとこうクラシックな感じのキルトとこのごっついさ、ソールのバランスがすごいいいなと思って、去年かな購入して結構な春夏愛用してます。今この感じだよね、履きたい革靴って、この最初にやったやつもそうだけど、はい、ちょっとごっついんですよねやっぱ、このバランス感すごくいいなって思います。これはねめちゃめちゃ愛用し、しかも耐久性これめちゃめちゃ高いんですよ、うん、でレザーの部分ここだけなんで、うん、履き心地も、あ、そっか、全然、なるほど、レザーの靴って見えるけど、はい、実はレザー部分ここだけそうなんですよ、で手入れもそんな気使わなくていいですし、めちゃめちゃ愛用してます。実はこれ2代目で、1個前のやつは3年ぐらいもう死ぬほど履き倒して、ここがちぎれちゃってそこがちぎれるんだ、はい、で、これが2代目、去年、なるほどなるほど、また買い直したって感じですね。買い直すぐらい気に入ってるって相当じゃない、すごいすごい、うん、ですね、デザインもいい、しかもこれめっちゃ安いんですよ。え、そうなんだ、はい、多分確か7000円とか激安かね、あ、そっか、でもレザーここだけなんだもんね。そうなんですよ、なるほど、うん、なるほど、でインラインのやつだとその別注じゃないやつ、うん、だと5000円とかのものであって、結構コスパもいいし、気使わなくていいし、うん、デザイン可愛いし、うんうん、もう雑にね、多分ビブラム代だね、そうなんだ、ビブラムソールの値段だと思う、うん、っていうので、うんうん、まあ、これからねどんどん暖かくなってきたら、うん、まあ、今近い時期だと靴下と合わせたりとか、うん、まあ、本当に夏は素足で履いたり、うん、でどんどん活躍させていきたいなと思ってます、うん、はい、じゃあ続いて平沢さんお願いします。はい、私のお気に入りレザーアイテム2つ目はレザーアクセサリーケースです。はいはい、すいませんでもちょっとその声で震えてる、もう愛用品企画難しい、本当に愛用してるものしか出せないじゃないですか。結局ね、愛用してるやつってね、そうですね、そう、厳選されてるから企画も出してるんですけど、まあ、レザーテーマとなったらやっぱ出すしかなくて、なるほど、はい、
いやこれはめちゃめちゃいいですね。いいですよね、うんうん。まあ、これアクセサリー今何も載せてないですけど、はい、まあ、アクセサリー平置きできる、はい、ジュエリーケースですね、うんうん、はい、これもシティさんで販売されまして、もう一目惚れして購入させていただいたんですが、非常に愛用させていただいてます。もうインテリアとしても楽しめるっていうのがすごいかっこいい、気に入っていて、アクセサリーつけてるだけ時間だけじゃなくて、うん、家に置いてる時間もなんか楽しめる、うんうん、見て楽しめるみたいな、それがすごいいいなって。あとやっぱこれを導入してから、はい、アクセサリーをなくすというんですね、トラブルがなくなった、うん、あと家の中で探したりとか、うん、探すことになっちゃうね、これないと、そう、バラバラに置いちゃって、あ、いろんなところに置いて宝探しみたいになっちゃうんですが、うん、これはもう一箇所に集約できるんで、うん、普通に便利ですね、うんうん、置き場所決まってるといいですね。いいですよね、うん、そう。あとまあ朝家出る時も、うん、ここに並んだジュエリーから、うん、今日どれつけようかなみたいな、うん、選ぶ楽しさ、はいはいはい、はい、それもあってすごい気に入って使わせてもらってます、うんうん、めっちゃわかる。そうなんですよ。でなんかちょっとやっぱりもう半年ぐらい使ってるのかな、うん、少しなんか経年変化が出てきて柔らかくなってきた感じがしていて、うん、形が綺麗に出始めてるね。そうそうそう、最初はねこれあのなんかペタンって状態なんですよ。それをパチンパチンってしてやるから、うん、最初はこの形がねもうちょっといびつだと思うんですけど、だんだん綺麗になっていくっていう。なるほど、本当に一枚の皮だったのがちゃんとケースの形に、そう、すごい面白いですよね、うん、面白い。では最後ザキさんお願いします。こちらパドロックブレスレットです。こちらですね、今も愛用している方多いんじゃないでしょうか、うんうんうん、これシティ唯一の定番。そうだわ、そっか、唯一だね、唯一ですね、うんうん、これも長い間愛用させていただいてとりあえずこれつけておきゃおしゃれに見えるんですよ、うんうんうん、よく引き締まるよねこれあると。そうなんです。で意外とレザーのブレスレットこういう華奢なのってなくて、うんうんうん、であってもちょっと物足りない気もしちゃって、でそこにパドロックのチャーム、うんうん、これがちょっと一癖というか、うん、っていうライン性を与えてくれて、いや本当そうだな、そうですね、でつけると揺れてくれるんですよね、パドロックが、うんうん、ここもまたキラキラ反射して可愛いなって思いつつ使ってます、うんうん、ちっちゃいパーツですけどめっちゃ高級感ありますよね、ですよね、持ってるとちょっとこうずっしりした感じもあるし、重みもあって、うん、これも職人さん手作りなんで、あ、でも最後の細かさすごいよね、本当すごいですね。一回まとめさんこれ自分で磨く企画をやってましたよね。そう、これを自分でパドロックを作るっていうのをやって、うん、1個目作るのに 7,8 時間用意しましたね。あまりにもハードでびっくりして、作るの大変すぎこれ。小さいパーツを磨くんですよね、すごい、しかも何回磨くのくらい、本当にこんな磨くのみたいなぐらいまだ終わんないのみたいな、ずっとやってて1日で終わっちゃったからな、これで。それをね、発売当初から何百個売ってきたか分かんないですけど作ってくれてるんですよね。凄まじい数だと思いますね本当に信じられないぐらいやってると、1回のリリースで何百個って売れますからね、やっぱこれは、うんうんうん、すごいと思う。プレゼントに選ばれる方も多いですよね。めちゃめちゃ多いですね、パドロックブレスはプレゼント需要相当ありますね、うん、ということでね、みんなの愛用品紹介、はい、終了となります。この動画の途中で多分出てきた松田くんが紹介したあのバッグ、これリッチャイのバッグ、まあ、これこのまま出てくるってことはないんですけど、近日受注会、近日じゃないかもしれないけどまあ受注会自体はね開催しようと思ってるんで、はい、リッチャイの 2024AW、うん、やろうと思ってるんで、そちらもね楽しみにお待ちいただけたらなと思います。このバッグの素材違いとか、うん、もっとちっちゃいナノバッグだったりとか、あれもかわいい、新型のバッグだったりとか、新型、エルメスが使ってるあのネイレザーっていうのを使ってね、うん、作ってるんで楽しみにお待ちいただけたらなって思います。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。